この水槽のすべての魚たちを当地の国立博物館にある水槽に寄贈することになりました。その準備として博物館の水槽のレイアウトを大幅に変更しました。まあそんな状況ですが、少し寂しいものもあります。しかしこの国の自然の中に生きる魚たちを訪れる人々はどんな思いで見るのでしょうか。ご当地水槽の解散、そして新たな水槽へ、一つの区切りと始まりを記録します。というわけで新年も明けてしまったってことなんですけど、まずは今年もよろしくお願いいたします。昨年はかなりたくさんのことがあったわけなんですけど、いろいろな出会いがありました。最近ではご覧の通りの動物たちとの接近遭遇があったわけなんですけど、あまりにも近すぎて撮影できないなんていうこともありましたからね。できるならそういう場面を見ていただきたいなんて思いますけど、今年も目標を持ってやっていきたいと思うわけなんであります。その今年の目標っていうのはですね、ズバリ風邪をひかないことなんですけど、遡ることインドネシア編の時には1年の3分の1くらい風邪ひいてるなんて言ってましたけど、最近はあまり風邪をひかなくなったんですね。まあそんな状態を続けたいと思っているんですけど、そうでないと動画もアップできないですからね。というわけでご当地水槽解散ってことなんですけど、今一番いい状態なんですけどね、まあ本当に紆余曲折ありましたけど、現在ではかなりピカピカということで、こうして見ているのがとっても楽しいわけなんであります。というわけでこのご当地水槽ですけど解散ということで、今回の動画でこのメンバーも見納めということになります。まあ国立博物館に寄贈するというのは当初の予定通りであって、最近そういうことになりましたということではないわけなんですけど、このご当地水槽立ち上げてからまだ1年しか経ってないということで、もう少し自宅で楽しんでもよかったんですけど、なぜこのタイミングで博物館に寄贈することになったのか、ズバリそれは私が引っ越しをすることになったからなんであります。引っ越しをすると言ってもですね、現在の場所から数キロくらい離れたところに引っ越したいと思ってるんですけど、それでも全ての水槽において一度は空にしなければならないと。インドネシア編の時に水槽の中身を出さないで引っ越しをしようとして失敗しましたからね。やはり全て空にした状態で運ぶというのが今回の引っ越しの方針なんですけど、まずはこの一番大きな120センチ水槽から作業を始めたいということで、まだ余裕があるうちにですね、時間がかかりそうな作業をやっておこうということなんであります。まあそんなわけで勇気を持って作業に取り掛かるわけなんですけど、この水槽に入っている流木を博物館の水槽でも使いたいということで、まずはこれを取り出します。まあ多少重いですけど、そんなに苦労しないで取り出すことができたということで、石もいくつか取り出すわけなんですけど、脚立から降りるときに気をつけなければいけないですね。バケツを持ったりして両手が塞がっていますからね、こけないように本当に気をつけましょうってことで、一式玄関に出してこれから博物館の水槽のレイアウトチェンジを行うために現場に向かうわけなんであります。このような展示の説明も作りましたからね、今回は魚は持っていかないんですけど、これは持っていけます。自宅から車で10分ぐらいのところにこの国立博物館があります。かなり敷地が広いんですけど、車でここまで来ました。早いんで誰もいないですね。ここはスネークパークというところですね。この中にアクアリウムセクションがあるわけなんであります。ここに皆さん、今回はお見せしないんですけど、この左の方のガラスケースにいろいろなヘビがいます。 You got some fish? Not today, but I need to do arrangement first. Okay. And then next year, I will bring those fish. I will bring fish. Yeah, yeah. まずはちょっと館内を紹介しますね。これは南米の魚がいる水槽ですね。流木はすごいですね。
これが大問題で私文句言ったんですけど、この遺伝子操作の魚が入ってるんですよね。ここは博物館なのにこれいいのかなって思ってね。トロピカルエコシステムアクアリウム、ちょっと違うんじゃないかなと思ってます。ちょっと濁ってますね。これもアフリカの魚じゃないね。これもよくコンセプトが分かりませんけど、シノドンティスがいますね。シノドンティス、グッピー、餌ですかね。これはサバキテラピア。サバキテラピアはハイブリッドって言ってますけどね、虫の子違いますね。これはタンガニカ湖の魚の水槽ってことなんですけど、ちょっと汚くてよくわかりません。あ、これは配慮ですね。配慮、こちらよりちょっと大きい、かなり大きい。あ、This one, elephant nose. What are you feeding for this? We do use the flex. Really? Yes. They eat flakes. Flakes. Ah, right. さあ、あとは一人で全部やります。誰もいない水族館っていいよね。さあ、この水槽がですね、逆光で見にくいな。このライティングは良くないですね。これをアレンジします。 Just connect somewhere and the lights go that way. Is it readable? Just try. Cannot read. Oh, oh. Yeah, nice. Yeah? というわけで、あの後ろのライトが絶対邪魔だってことで、新しくライトをそこに設置したんですけど、やっぱり後ろ消した方がいいですね、これね。さあ、ちょっと掃除から入りますかね。はい、綺麗になりますね。はい、綺麗。ガラスは綺麗じゃないといけない。ちなみにこの浮かシステムはですね、割と適当ですね。よくわかりません。浮かフィルター、石。あ、でもあっちにもね、浮かフィルターあるみたいな。浮かチャンバーがありますね。ちょっと清掃途中ですけど、今の状態がこんな感じです。ミクロストリウムが前の方に来ていて、後ろの方に岩がある。Can you get this one and then put somewhere? I think you have more power than me, so can you get rid of this one? Careful, careful. All right, cheers. Yeah, it's very heavy, eh? Careful. Just get the round shape one. Only.Yeah, that one, please. That's right. Yeah. Thanks. この流木と呼んでいる木なんですけど、実はその辺で拾ったものなんですね。水の中に沈むようになるまで半年ぐらいかかりました。部分的にコンロで焼いたりもしましたね。まあそんなわけで流木が入ったわけなんですけど、先ほど掃除をしましたが、まだ相当汚いですね。左の水槽にいるのは鯉なんですけど、やはり色があると見栄えがしますね。まあいずれにしろこの鯉には別の水槽に移ってもらって、この水槽にも国内種の魚を展示する予定です。 I think this will be enough for... Yeah.
というわけで一つの水槽はこんな感じにしました。照明が十分でないので分散したミクロソリウムの配置が分かりにくいかもしれませんね。続けて隣の水槽のレイアウトも行っていきます。ビフォーです。この水槽にはシクリットをたくさん入れたいので水草は入れないようにしました。柔らかいところからかじられてしまいますからね。この石がいらない。この石を奥に置きます。この石も。というわけでこんな感じにしましたけど面白くない。まあここにシクリットのような魚が入れば魚が目立つでしょうということで、こちらの水槽には比較的地味な小イカの魚を主に入れる予定です。この割と派手なレイアウトが地味な魚を引き立てる、まあそんなつもりでやってるわけなんですけど、まあ照明の問題をなんとかしたいところですよね。なんとかしてくれますかね。というわけでこの日の作業はこれで終わり。先ほど大きな流木を取り出したご当地水槽ですけど、これはこれで魚が目立っていいかもしれませんね。ただし流木についていたたくさんのろ過バクテリアを失ったことになりますので、水質が若干不安定になるかもしれませんね。というわけで博物館の水槽のレイアウトを変えてから5日が経って、この日は12月31日、何匹かの魚をパイロットフィッシュとしてレイアウト変更をした水槽に入れるために再び国立博物館に向かいます。ここはすでに国立博物館の敷地内なんですけど、堂々と車で現場に到着。バケツに入れた魚を水槽まで運びます。天気もいいし、やってることも楽しいので、とっても平和な気持ちで歩いています。さあこれから作業をするわけなんですけど、これが前回レイアウトを変えた水槽その1。5日間経ちましたけど特に何も変わってないですね。まあ変わっていたら困るわけなんですけど。というわけでこの水槽にはエンテロミウスを4匹パイロットフィッシュとして導入しました。後に15匹ほど追加することになりますが、4種類のエンテロミウスが混泳することになります。そしてこちらの一見つまらない水槽には何種類かのシクリットを導入することになりますが、飼育を開始してから20ヶ月ぐらい経ちますかね。家の近所の川でカゴ網で捕まえたアラウディ、早速隠れてしまいましたけど、とても素敵なお魚。というわけで映像がちょっと暗いですけど、ビクトリア湖で採集したシクリットハプロクロミスを導入します。やはり嫌なんでしょうね、隠れてしまいます。というわけでパイロットフィッシュを導入するという作業だったわけなんですけど、面白くないですね。というわけで2026年元旦ということで、マミーの作ったお雑煮でスタート。やはり正月も天気がいいわけなんですけど、ここでもののけファミリーの新しいメンバーを紹介します。猫ですね。生後2ヶ月ということなんであります。まだ世の中のことをよく分かっていないようで、先住人のおばさん猫に怒られたりしています。そして1月4日ご当地水槽の魚をすべて博物館の水槽に移動する日となりました。このマウンテンキャットフィッシュも随分と大きくなりました。というわけでそれぞれ捕まえたシーンを思い出したりしますけど、ご当地水槽はこれで解散となりました。Hello, good afternoon. These are mainly enteromyus. Enteromyus, okay. Are the bulbs.
bulbs mainly, yeah, four different kind of bulbs. And this is mountain camp fish and, you know, secret from Lake Victoria. I think water temperature should be same. I'm going to make this kind of things next time I come and put it here so people see which is which. というわけで、照明の問題とかまだいろいろ課題はありますけど、とりあえず博物館にある2つの水槽に当地で採集された国内種の魚を寄贈するという目的が達成されたわけなんであります。魚たちはまだ落ち着いていないみたいですけど、この水槽の中でもそのうち餌くれくれモードになってこちらに寄ってくるようになると思うわけなんであります。というわけで、個人的には今後引っ越しで忙しくなりますけど、今年も昨年と同じような感じでやってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回。